皆様こんにちは。ですね、今回は、ニュータイプバージョンをちょっと作ってみました。とですね、一応このと言ってもですね、まあ誘導式のサイコメニューですか、これ。一応左側だけこう一応取れて、まあちょっと潮の流れとかでこう、あれ出てないかな、潮の流れとか、それでどうなんだかわかんないですけど、まあ一応ニュータイプバージョンです。これニュータイプバージョンこれうまくちょっとうまくシーバスかかったら次なんだっけ、あのザクなんだっけ、ドワンザクだ、ドワンザク仕様かなんかでちょっと作りますんで、ドワンザク売ってんのかな、ちょっと探してドワンザクも作ります。ということで、一応水中テスト映像ありますんで、巡り合い宇宙かっこ水中編でどうぞ。寂しさに震えてる愛しい人のその悲しみを胸に抱いたままで、ビリー涙よ海へ帰れ、my sweetest, I
悲しみの彼方から舵を取れば、いつの日にか巡り会えると信じて、ビリー涙よ海へ帰れ。ですね、あのうわなんかくっついちなみに、総制作費用はですね、これジオングが500円で買いました。あと河原に行って撮ったぐらいですか。素晴らしい制作費用ですね。あ、いや500円じゃないわ、500円じゃないです。この平らばのネクタイと、あとここにちょっと軽いんで、あのガンダマ重りもあって、あとこの仕掛けだ。今回この仕掛けは200円ぐらいだったかな、200円ぐらいなんで、まあ1000円ちょっとですか。1000円ちょっとなんで、興行収入2000円ぐらいいけばいいです。っていうか、別に興行収入なくてもいいんですけど、私的には。ということでした。以上です。